というね、このイベントでは本当に何が起こるかわからないということで、毎月僕も来てびっくりするというようなことも本当に多いんですけれども、はい、でも本当に楽しいイベントだと思うので、これからもね、皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思います。さあ、残すところですね、はい、ちょっと2組となってしまいました。本日もうちょっと参加希望者いたんですけれども、ちょっとまあキャンセルも入ってしまいまして、ちょっと早く終わってしまいそうな気配もございますが、このまま突っ走っていこうかなと思います。どうか皆さん最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。そうですね、そうだ、先ほど、僕の夏の思い出は、まあ後でというふうに話してたんですけれど、僕の今年の夏の思い出はですね、はい、映画ですね。あんま夏っぽいことではないかもしれないんですけど、毎年夏っていろんな映画が出るじゃないですか。で、まあ、今年は映画がもうすごい大作のシリーズものがですね、どんどん出てる年で、今年はですね、何が一番面白かったかっていうと、ジュラシックワールド、今話題になってますよね。これをこの間見に行ってきたんですよ。で、安城のコロナワールド、ありがとうございました安城のコロナワールドというところに見に行ってきたんですけど、あそこの映画館で 4DX という映像方法、放映方法が取られてるんですけど、これどういうものかっていうと、まずそのシチュエーションに合わせて座席が揺れるんですよ。それだけじゃなくて、水にドッパーンってなるシーンがあったら水しぶきが飛んでくるんですよ。で、なんとすごいのが香りまで漂ってくるというこだわりぶり、はい、ね、ジュラシックパークで匂いが来たら、どんな匂いが来るんだって思うじゃないですか、ね、恐竜の何やら何やらかんやらの匂いがするのかなって思うじゃないですか。音なんですけど、低音半分ぐらい下げてます。臭くなかったです。ちょっとでも、なんていうんですかね、日本じゃ嗅ぎ慣れない匂いといいますか、ちょっと海外チックな匂い、これちょっとなんとも説明しがないですね。臭く、とにかく臭くはなかったです。ぜひね、劇場に足を運んで見ていただければと思います。本当にもうアトラクションに乗っているかのような、もうそんな感じを受ける 4DX でした。全国でまだやってるところも少ないので、皆さん調べていただいていただけると、本当にアトラクションとしてすごい楽しめるかなというふうに思いました。本当に楽しい思い出ができて、この夏の一番の思い出でした。それでは準備の方がよろしいでしょうか。はい、というわけでご紹介したいと思います。犬さくらさんです。お願いします。こんばんは、犬さくらと申します。先月は、一人で出たみたいなんですけど、この四辺形という曲です。I'm sorry.
CD を最近あのまた作ったんですけど、小僧をしてくれてる。前は、2曲入りで、200円だったんですけど、次はちょっとまた2曲入りで、なんか3倍時間をかかったそうで300円ちょっと値上がりしました、はい。もう3枚あの買ってくれた方がいます。はい、夜分遅くになんかあの遅い時間にどうも聞いてくれてありがとうございます。はい、じゃあその CD に入ってる1曲目も CD に入っていて、2曲目も CD に入っています。白木蓮の頃、島崎藤村ですね。来てもらいます。名曲、古き良き名曲を。
ちょっと恐れ多いですが、歌おうかなと思います。学校とか思い出して、夏なんかココナッツ言うとなんか風情がないですね。ココナッツ人の人に失礼ですけど、英語名ココナッツ、日本名らしい。はい、では最後の曲です。ヤシの実、ありがとうございました。普段できないことをしようということで、はい、あのいろいろのびのびとやっていらないあのまあ一人だからこそまできるということもあったみたいでございます。はい、今回あの皆さんですね、夏の思い出みたいなのをちょっと聞いてるんですけど、なんか夏の思い出なんか印象に残ってるのありますか？宮中ではないので。実家に帰っておじいちゃんに肩を叩いてもらったことです。実家に帰っておじいちゃんの肩を叩いたではなく叩いてもらったんですね。いつも叩いてもらいます叩いてもらう側なんですか？ちなみにその何分ぐらいやってもらったんですか？1回につき30分です。1回につき30分ということは何回かあるんですか？
2日か実家に帰ってたんですけど、4回やってもらいました。計4回、つまり2時間ですね。2時間おじいちゃんに肩を叩いてもらった。叩き返しはしましたか？いいえ、おじいちゃんは肩が凝らない人なんで。リハビリですね。リハビリも含めて肩叩きをしてもらったということなんですね。うん、なら納得だ。はい、納得ということにしておきましょう。というわけで、今回 CD を持ってきていただいたということなんですけど、はい、今回、1曲目にやっていただいた曲と2曲目にやっていただいた曲ともう1曲入ってるんですよね。2曲ですね。2曲入っていて、まあ、3倍時間がかかったということで300円。はい、今ちなみに手元に何枚ぐらいあるんですか？あと6枚ぐらいありますかね。 あと6枚ぐらいあるということですので、はい、皆さんぜひね、3倍時間がかかったエクサグランさんのシーンをぜひね、また聞いていただければなというふうに思います。何か皆さんに一言ございますか？ありがとうございますとしか言いようがない。ありがとうございますということです。ぜひ皆さんに、イヌサグランさんの CD 聞いてみてください。というわけで、イヌサグランさんでした。ありがとうございました。このイベント、皆さんね、CD を作って持ち込んでくれることもあるので、本当に皆さんね、CD をぜひぜひ作ってきて、ここで売り込んでいただければなというふうに思います。さあ、本日のアコースティックナイトパート2最後となりました。準備の方はもうバッチリですね。はい、バッチリです。あ、もうバッチリということなので、最後ビシッと締めていただきましょう。ご紹介いたします。鎌田さんです。お願いします。どうも、鎌田です。じゃあブルースをやります。
マイクの位置がやりづらかったですね。まあ、僕は豊田市から参りました。ここから1時間ぐらいかかるところですね。まあ、それを仕事の都合でなかなかやっぱり、ね、来れないんですけど、まあ、このお店だと、まあ、火水、まあ、僕の休みの日に、まあ、置いたアコースティックのライブやってくれるので、まあ、最近ちょっとよく来ておりますちょっとこんな感じで、まあ、ブルースの曲ばっかりなんですが、まあ、次はちょっとですか、ね、まあ、どんどん年を取っていくみたいなそういう歌詞の歌なんですけど、やります。Doesn't have my phone. Why don't you give me no more? I don't have my phone. Why don't you give me no more? I can't spare on me. No time going down so. I want to raise my mother. Take out the ship on me.My mother, take out the ship on me. There's not to be for me. Forgive me for my sin. My don't see no don't tell. He can't do no good. My don't see no don't tell. He can't do no good.It's all my own, I'm on my own. I need a single shoe. Hey.
the food before sunrise. With tears on their minds. I have the food before sunrise. Now it's on their mind. It's such a miserable pair. I pity I'll do this fact. She like everybody tell me. She like everybody. Down me. I'm gonna cast my problem down in the deep of ありがとうございました。いやもう最後もうビシッと決めてくれました。本当にありがとうございます。では最後にインタビューさせていただいてもよろしいですか。今月もありがとうございました。すごいどうでもいいことなんですけど、椅子変わりましたね。おニューの前のやつぶっ壊れちゃってそうなんですよ。いつもですね、鎌田さんマイチェアでやられてるんですよね。そうですね、やっぱりいい演奏は欲しいからファッションは靴からではなく、演奏はお尻から、そういうことですね。やっぱりいい椅子があるからこそのいい演奏すごい、もう説得力あるわ。いただきましたはい、というわけで今回演奏していただきました皆さんにちょっとお伺いしたいんですけど、今年何か
なんか夏思い出に残ったことは何かありました？夏の思い出ですか？仕事が忙しかったですね。まあ、これから作る感じですね。これからちょっと休暇をちょいちょいやっとっていくという、どっかなんか行きたいところとかありますか？行きたいところ、別にないんですけど、まあ、明日ちょっとバーベキューを会社の方と南北の方でやりますね。いいじゃないですか。海鮮、海鮮系のバーベキューですか？肉系のバーベキューですか？肉系です。あの海鮮系の、まあ、提案もありますので、ぜひ試していただければと思うんですけど、いやでもいいじゃないですか、バーベキュー夏っぽいイベントがあるということで、ぜひ、ね、楽しんでいただきたいと思います。まあトークの中でちょっと面白いことをした方がいいんじゃないかなというふうに、まあ、おっしゃってたと思うんですけど、なんかキャラに不安を持ってるみたいなところがあるんですかね？そうなんですか。まあそのトークを考えてますけど、ですかね、なんかやっぱり場を盛り上げるっていうのができるとなんかいいような気がしますね。なるほど。いやでも僕いつも横で見ててですね、まあ、鎌田さんはすごいブルースまっすぐな男みたいな演奏をずっとされてるんで、なんかすごいキャラが強くてなんか引き込まれてていいのかなというふうには僕はいつも隣でいて、はい、思ってます。まあ、そこまで気にせずに自分を通していただければいいかなというふうに思います。これがぜひブルースまっすぐでいいお尻で演奏を続けていいお尻のコンディションで演奏を続けていただければというふうに思います。はい、鎌田さんでした。ありがとうございました。お願いします。はい、というわけで本日もアコースティックナイトパート2、ちょっといつもより早い時間帯ではございますが、無事皆さん演奏していただきました。本当に今月もありがとうございました。来月はですね、先ほどもインフォメーションさせていただきましたが、第5火曜日29日ですね、はい、29日の第5火曜日にございますので、はい、本日また予約をされる方はですね、お間違いのないようにお願いいたしたいと思います。はい、また今年は夏について皆さんにお伺いしてきましたが、来月会う頃には9月もうすっかりちょっともう まだひょっとしたら暑いかもしれないですけど、もう秋という季節に移り変わっております。また皆さんもね、生活についてまたね、どんなプライベートを送っているのか、どんどんねお話も聞いていきたいなと思いますので、またよろしくお願いいたします。というわけで今月も私小林弘之がお送りしてきました。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。